よし、今回からは、おまけ2ということで、まあ、答え合わせをしつつのプレイになるということを先に言っておこう。一応続きから、あのね、何も起きないとこがあって、まあ、そこが、レディのところなんだけど、やっぱりロケットを完成させてしまったか、何か他のフラグが立ってないかで、クラブに行っても、毎回町長が同じ話をして、レディも現れないっていう、まあかなりねシビアなんだよね結構。よし、まず月曜日、まあ、レディに嫌われてるみたいなんですよ。そうか、それだけですか。ロボットの街にクラブなんて変だと思わないか。それとレディと関係あるんですか。まあな。はい、ということで、これが、月曜日に聞ける、町長とロボットの、会話。よし、水曜日、これで会話が変わっててくれると嬉しいんだけどね。レディに嫌われてるみたいなんですよ。やっぱり月曜日と一緒なんだよな。じゃあ金曜日、まあ金曜日もやっぱり会話が変わってないんだよね。このクラブも盛況ですね。そうだな、町長は踊らないんですか。私が踊る、消耗するんだよ。君たちのようにエントランスで充電してもらえんからな。待てよ、今か、今なのか、何なの。私がロボットだとでも言うの。はい、ロボットにこんな踊りができる。ロボットにしかできないよそれは多分。だって足動いてないもんね。やばいやばい、やば、壊れちゃったよ。え？壊れたの今の。私どうしたのかしら。ショートしたんだよ。これはどうなんだろうね。でもなんか、私はロボットじゃないわよって言ってるから、わからないよっていうべきかな。どうしたんだろう、自分はロボットじゃないと思ってんのか。私、音楽と踊りが好きよ。俺も相当好き、うん、踊ってると頭の中が白くなって、体の奥からエネルギーが満ちてくるの。あの感じが好きでクラブにはよく行った。でもやっとわかったわ、ロボ町長、ロビ、リーマン、みんなチャージしないとバッテリー切れちゃってダサいと思ってたけど、私も同じね。私は踊りでチャージするタイプのロボットなんでしょ。なるほど、なんでしょって言われたけど、俺も今初めて知ったな。違うと思う、そうかもしれない。どうなんだろうね、どっちがいいのかな。違うと思う。ほらこれ、背中にヘイガーのマークが。このタトゥー、テクノっぽくて気に入ってるんだけど、彫った覚えがないのよ。なるほど、じゃあもうロボットなのは確定だね。何赤くなってるの、ちゃんとこっち来て見てよ。赤くなってる、ベイカー状態。多分これ私を作った人のサインか何かなのよ。ちょっと待って、猫が机に乗っちゃって、下ろす。
別にあのサディスト的な意味ではないんだね。でも平気。私って気持ちの切り替えが早いの。っていうか処理スピードが早いんだろうけど、ロボットギャグみたいな。だってくよくよしても始まらないでしょ。確かに気持ちよく踊ってれば生きていけるもん。生きていけるんだもん。割と幸せかもね。なんか結構ポジティブだね。ポジティブというかだもんっていう言葉を使うんだね。あ、ラブが増えた。これでよかったんだね。さよなら。どこに行くの？あ、でもこれで解決か。なんか俺勘違いしてたんだけど、レディがずっとクラブ夜に来ると思ってたからこのイベントが達成できなかったんだな。うん、よかったよかった。残りのラブはあとは、そうだ、思い出した思い出した、ジンギスカンだ。アダーが言ってたのはジンギスカン、ロケット飛ばすゲーム、あれが確かジンギスカンゲームなんだよな。これはきついぜ。これだっけ。ちょっとねー、これは危ない。ちょっとでも離すとグイッと下がるからね。ちょっと連打しとくような感じでいいのかな。レベル2、まあレベル2も、うん、そこまで難しくないよね。うん、おい、危ない、通り過ぎるとどうなっちゃうんだろう。レベル3でスタート丸ボタン押してないとあの落とされ方だから、次からはやっぱ最初から押しっぱだな。オッケー、4、押しっぱ。うーわ、あれでも一回最初の開幕さえいけちゃえばあとはなんか危ねえ。うわー、ちょっとやばい、緊張。うわ、すごい G だうわ、ちょっと離すとやばい。うーわ、あとちょっと、やったー。え、まだあんの？終わり？あ、やったー、やったこれでラブ1かよでもこれ最後まで撮っといてよかったな。なんかめちゃくちゃ熱いわ。いやー、久しぶり。大将の集めたラブはレディに気づかせましたね。ジンギスカン最高レベルクリア。よし、次のレベルまであと3ラブが必要です。愛の巨匠を突破できそうだね。これからもたくさんラブを集めてくださいね。このセリフを読むこともなんかもう残りわずかだね。お、復活してるね。クリス、バイト復活したんだ。これからもよろしくね。ところで今日はお食事ですか？違います。調子どうだろう。なんか食べます？いらない。まあ、勇者がいなくなってアイドルとしてイベントも成功して戻ってきたんだね。勇者がいなくなってやっと元の平穏が戻りました。誰かにお礼を言いたくて。ありがとう。よし、これで、ここのラブも回収完了かな。じゃあ頼もうか。もうないんじゃないかな。ラブ発見。マジで？あれでもう終わりじゃない？あ、待って、取り逃しがあったのか。ケンジが商売を再開しました。
次のレベルまであと2ラブが必要です。まだまだ世界にはラブが散らばっていますよ。これからもたくさんラブを集めてくださいね。ラブってさ、残り2つを取ってラブレベル最大でラブも全部なくなるのかな。だとしたらすごいスッキリだよね。蝶々と話すと、なるほど、充電をクラブで楽しく踊りながらですか。そのためのクラブだったんですね。博士の考えそうなことだな。レディがあんなに踊り好きな理由がやっとわかったぞ。これですっきりしたな。あ、ラブ一つだな。でもうんうんうん、もう一回変わらずか。あ、どうなっていくんですかね、このテクノポリスは。あなたも踊らないってことを踏まえた上でもう一回、アダーに会いに行ってみるか。大将の集めたラブは、ロボ町長のラブですね。次のレベルまであと1ラブが必要です。なるほど、これからもたくさんラブを集めてくださいね。あと1ラブ。さあヒントをくれ。これが最後かな。ラブ発見、やっぱあるんだな。ライブの成功なんだって。あれ、ライブイベントまだ見てないっけ。ライブ終わった後に聞くんだよね、話を。あ、まだこれは聞く前だったね。どっちでしょうか。まあどうせなら今度はクリスちゃんにしてみようか。好みですか。まあいいでしょう、今後ともよろしくお願いしますよ。どちらにせよもらえるんだね。なるほどなるほど。でも最恵的にはサクリファイスアニマルズの方がなんか来てたんだな。で、その次にある会話は変わらずと。よし、今度こそこれでもうラブはないんじゃないか。さあ33年か。どうだ、あれまだある。あ、よく見たらもうラブが見当たらない。あ、お金返してくれるんだ、しっかり者だな。なるほど、やったやったやったよ、みんなやったよ。結局あれだね、アダーに助けられていろいろ解決できたね。大将の集めたラブは、サイケの夢が叶いましたね。おめでとう。大将は全てのラブを集めました。大将のラブはマックスラブ、ラブレベル30、愛のビッグバン。もうあなたが地上で集めるラブはありません。さあこちらの世界へ来ておくれ大将、そして光の扉を開けておくれ。いやー、これでおしまいだ。なるほど、これで、ムツジロウと、女神様両方に月に来てくれって言われて、まあ、満を持していけるわけだね。あなたのラブレベルが、愛のビッグバンを超えているということ。名称というか呼び方は変わったね。素晴らしい。さあさあご主人様が、お待ちかねでございます。まあラブがマックスでもね、多分勇者は来るんだろうな。当たり前だけど、隊長のラブでは扉が、開かないということ。隊長のラブは未熟すぎた。マックスだけどね、やっぱそれでも足りないんだな。とまだ扉を開けるには早すぎたのだ。エンドと。よしよしよし、これで本当に
クリアだね、うん、いやよかったよかった、まあ、無事ねアニマルも全部捕まえて、ラブイベントも全部クリアして完クリというか完全クリアという、うん、いやー面白かったなっていうのはもう一回やったからね、感想をひたすら言うのはもう一回やっちゃったから、まあまあ、まあ改めていいゲームだったなと、うん、やっぱねアニマル一匹一匹に結構思い出があるわ、うん、あこれ手前の見たら顔だわ、よーく見たらパンが、よーく見たら2回目で気づいたわ、ということでまあね、まあ、最初の方というか序盤の方はかなりね、うん、まあ、ゲームのことをあまり分かってなかったからすごい下手くそだったけど、まあね、まあ、なんとかこうクリアすることができたということでよかったよかった、まあ、途中ね結構何ヒントというか見逃してたからすごい苦労したんだけど、まあ、アダーのおかげでほぼアダーのおかげで結構クリアできた感もあるけど、であとすごいこれもすごいまた関係ない話なんだけど、まあもちろん中古でこのムーン買ったんだけどほぼ中身が新品の状態というかすげえ綺麗に残ってたのよ、状態が。でやったーと思ってまあプレイしてたんだけど、でこの前、まあ、エンディング迎えた時に再びねこのディスクのケースをパカッて開けて付属のシールを見た、ステッカーが入ってんだけど、まあ、ステッカーも1枚も使われてないと思ったんだけどよーく見たらね1個だけ使われてんだよねシールがどこだっけな、どれが使われてんだっけな、そうここが1個だけ使われてんだよ、びっくりした、1枚だけ取られてんだよでもそれで気づいたんだけど、これシールをまあ取ると裏側にメッセージが書いてあって、まあそのシールが1枚取られた場所に書いてある言葉は、ガキ大将だって弱点はあるぞって書いたんだよ結構さすごいなんか奇跡的でさ、中古でたまたま買ったゲームの中のステッカーが1枚だけ剥がれてて、そこの裏にメッセージが書いてあって、ガキ大将だって弱点があるぞっていう、でそのゲームを大将が実況してるっていう、なんか結構奇跡が起きてるんだよねびっくりしたわ今これ、ちょっと写真撮るわ、なんかね感動したわ勝手に感動しちゃったわ、ということで、ムーン、まあ、本編プラスおまけ2本ということで、まあおまけも本編みたいなもんなんだけどね、まあこれにて、まあ、無事クリアということで、最後までおまけも含めて最後までご視聴ありがとうございました。ちょっとエンディング途中ですけどこれにておしまいです。